結構安いですね、相変わらず。サービスランチで、サービスランチでご飯普通、ご飯が普通で、はい、はい、でコカコーラで、コーラで、はい、はい、お願いします。でご注文の確認させていただきます。上なごみランチでお肉が嫁泣かせ、ご飯が小で、飲み物がジンジャーエール、サービスランチでとコーラで、ご飯が小でよろしいですかね。はい、はい、お待ちください。え、すいません、火をつけます。気をつけてください。完成しました。でもその時その時で、まあ、ちょっと内容とか変わってくるのかな、量とか値段沸騰とかいろいろあるの、価格沸騰か。久々だね、ここのなごみさんはもう半年以上なんで、なかなか来れなかったけど今日やっと来れました。今までね味噌だれだったんですけど、味噌だれだけだったんですけど、醤油だれがね新しく追加されたっていう。もうちょっと焼いていきます。焼肉ですね、これこそ。豚バラ焼けたので、いただきます。左側が醤油だれ、で、右側が、味噌だれです。この新作の醤油だれいただきます。ちょっとなんかサラッとして、ね、した感じというか、
味噌だれよりかはドロッとしたような感じではないと。いただきます。じゃあちょっとがっつりいきます。あ、うまっ。結構なんか胡椒というか甘めで、口の中にね、あの、肉汁が広がり、この醤油の風味もね、かなりいいですね。ちょっと味噌だれもね、いただきます。味噌だれも結構なんていうんですかね、甘めでフルーティーな、あの、それ癖もない感じの、すごい食べやすいですね。それぞれの、ね、良さありますね。ふわふわなんだけど、昆布でついた感じ。いや、美味しいですか。すぐ焼けるよね。さっともう焼いて、もうすぐ次ね、ランチとかすぐ次の現場に行ったりね。ちょうど、そうそう、
12時前なんですけど、結構ねお客さんが増えてきました。みんなあのなごみランチを注文したり、サービスランチに注文したりとか、あのね税込み880円からなんで、その予算に合わせて注文してるみたいな。これも多分いけますね。としてます。うん。なんかちゃうよね。なんか計算されたような。肉とめっちゃ。うん。で味噌もそうだ、なんか違和感って癖がなく食べるよね。とても美味しい。味噌と醤油のバランスがいい。もうどちらかがコテコテに甘かったり変に癖あったらなんかちょっとあれだけど、そんなにバランスがお互いいい感じ。僕は結構どちらも好きだけど、この新しいっていうか新商品の商品っていうか新しいタレ、特製ダレ、醤油ダレがめちゃめちゃ美味しい。醤油。お疲れ様でした。やっぱ昼は平日でもまあ多いですね。場所が場所だけに。